チタンは、原子番号二十二の元素。元素記号は、ti 第四族元素。チタン族元素の一つで、金属光沢を持つ繊維元素である。地球を構成する地殻の成分として、九番目に多い。元素。金属としては、アルミニウム、鉄、マグネシウムに次ぐ。四番目で、繊維元素としては、鉄に次ぐ。普通に見られる、造岩鉱物である。ルチルやチタン鉄鉱といった。 鉱物の主成分である。自然界の存在は豊富であるが、さほど高くない集積度や精錬の難しさから金属として広く用いられるようになったのは、比較的最近1950年代である。チタンの性質は科学的、物理的にジルコニウムに近い。酸化物である酸化チタン4は非常に安定な化合物で白色顔料として利用され、 また光触媒としての性質を持つ。この性質が金属チタンの貴金属に匹敵する耐食性や安定性をもたらしている。水溶液中の実際的安定順位はロジウム、ニオブ、タンタル、金、イリジウム、白金に次ぐ7番目、銀、銅より優れる。貴金属が元素番号第5周期以降に所属する重金属である一方でチタンのみが第4周期に 属する軽い金属である。チタンは酸化物が非常に安定で侵されにくく、空気中では空気に触れる表面が強力な酸化物、不動体酸化皮膜で覆われる不動体となり、白金や金等の貴金属とほぼ同等の強い耐食性を持つ、貴金属並みの耐食性を持つ金属の中で、最も軽く最も安価な金属と言える。常温では酸や 食塩水、海水などに対し高い耐食性を示し、少量の湿気が存在する場合は、塩素系ガスとも反応しない。そのため純チタンはやや接着性に劣るが、逆に表面の汚れやゴミなどの付着物を容易に取り除ける。一方、高温では様々な元素と反応しやすくなるため、鋳造、溶接には酸素、窒素を遮断する大掛かりな設備を必要であり。 この点が製造の難しさの一つの起因となっている。炭素、窒素とも反応してそれぞれ炭化物、窒化物を作り、これらは超硬合金の添加物としてしばしば利用される。特に純度の高いチタンは無酸素空間においての蘇性に優れ、鋼と似た色合いの銀灰色光沢を持つ。チタンは鋼鉄以上の強度を持つ一方、質量は鋼鉄の 約55%と非常に軽い。チタンはアルミニウムと比較して約60%重いものの約2倍の強度を持つ。これらの特性により、チタンはアルミよりも金属疲労が起こりにくいが、工具工などの鉄鋼材料には劣る。外観は銀解色を呈する金属元素であり、比重は4.5、油点は摂氏1812度、 摂氏1667度、摂氏1668度の報告もあり、沸点は摂氏3285度、摂氏3287度の報告もありであり、繊維金属としては平均的な値である。常温常圧で安定な結晶として、六方細密重点構造を持つが、880以上で耐震立方構造に転移する。純粋なものは、 耐食性が高く、転性、遠性に富み、引っ張り強度が大きい、硬くかつ粘り強い。空気中では、常温で、酸化皮膜を作り内部が保護される。フッ化水素酸には徐々に溶け降るおろ咲く体ティフを生成し、加熱化の塩酸に溶けて、青紫色の酸化の 4TI を生成する。アルカリ水溶液とはほとんど反応しない。摂氏150度以上で、 ハロゲンと摂氏700度以上で水素、酸素、窒素、炭素と反応する。安定な酸化数は EE、または4である。磁石にわずかに引き付けられるほどの弱い常磁性や、極めて低い電気伝導性、熱伝導性を持っている。金属チタンは強度、軽さ、耐食性、耐熱性、環境性能、色彩等を備え、様々な分野で活用されている。 しかし、金属チタンは精錬、加工が難しく、費用もかかるため大量には使われていない。化合物では酸化チタン、4が安価な白色顔料として広く用いられ、日常でも接する機会が多い。チタンあるいは、チタン合金は、一般の合金鋼と同等の強度を持ち、鉄よりも軽く、ステンレス鋼、アルミよりも、 圧倒的に耐食性に優れており、摂氏500度の高温でも有効な強度を保てる。耐熱性といった質から、航空機や潜水艦、自転車、ゴルフクラブなどの競技用機器、化学プラント、生体インプラントの材料、打楽器など多岐にわたって使用されるほか、合金口との脱散剤やステンレス鋼において、炭素含有量を減少させる目的などにも使用される。 本格的な実用化は1950年代の Z 軍用機からであり、人類が実用化し始めてから時間が経過しておらず、人類にとって比較的若い金属である。金属チタンの加工はかなり難しい。これは鉄鋼材料には備わっている熱処理による強度増幅能力が金属チタンには備わっていないためである。 金属チタン製の部品は高価になってしまうため、その用途は耐食性、耐熱性、軽量化と強度のバランスを考慮した狭い領域に限られるが、腕時計やメガネフレームなどの創用品には広く使用されいる。1952年に生体神話性が非常に高く骨と結合するオッセオインテグレーションことが発見されると、デンタルインプラントのフィクスチャー。 インプラント体のほとんどがチタンを使用するになった。拒絶反応や金属アレルギーを防ぐため、グロー放電でクリーニングしたり、純度の高いチタンが使用される。また、人工関節、人工骨といった整形外科分野でも利用されている。チタンの持つ優れた耐食性、疲労特性等より、航空機、装甲、軍艦、宇宙船、ミサイル等に使用されている。 重要な構造物にはアルミニウムジルコニウムニッケルバナジウム等の多元素の合金が使用されることが多い。航空機では熱環境に応じて多素材との使い分けられる傾向にある。耐熱性、強度を優先するとチタン合金は摂取鮮度を超える耐熱性を持たないので Z エンジンのホットセクションには使われない。金属チタンは度以下の部分で ニッケル超合金よりも軽量化できるノズルなどに使われる。その他のより低温な機体構造には、より安価で軽量化できるアルミニウム合金を多用する。低温部でも鉄鋼よりも軽量化できることから、膠着装置に用いた例もある。旅客機の使用限単位の事例では、ボーイング777では59トン、747で45トン、 737で18トン、エアバス A340 で32トン、A330 で18トン、A320 で12トン、A380 で77トンが使用されていると言われる。とりわけ A380 ではエンジンだけで11トン使用されている。本格的にチタンを構造材に採用した最初の例は世界最初の実用超音速戦闘機でもある。 F-100 であり、1953年から54年にかけてのアメリカ合衆国のチタン生産量の80%が本機に使われた。他、ロッキード A-12 戦略偵察機、SR-71 等がある。特に機体重量において、チタン合金の使用割合が最も多いのは、1950年代に開発開始された戦略偵察機。 SR-71 の93%であり、加工の難しさから、ぶどまりは10%程度だったとも言われているが、少量生産機ゆえに可能だったと言える。量産機では F-15 が25.8%に、チタンを用いているが、当時としてはかなり高価な機体であった。その後は、複合材料の発達により、強度、軽量を求められる部位への使用量は減っており、 潤沢な製造原価を当てられる軍用機といえども使用割合は下がっている。チタンの海水に耐える優れた耐食性からプロペラシャフト等の海洋での利用事例もある。旧ソ連ではアルファ級マイク級潜水艦などで潜水艦製造にチタン合金を用いる技術を発展させてきた。優れた耐食性からチタン合金製の溶接管熱交換器 タンク、反応容器、バルブ等の製品が、化学プラント、石油生成プラントに適用されている。多製資料の製造プロセスにも使用されている。主に航空宇宙分野で利用が拡大したチタンは、1970年代になると建材への適用事例が見られるようになった。チタンの性質である、1、耐食性能、耐久性能、 理論上数百年の耐用年数を持つ、貴金属味の耐食性。2. 軽量性能。既存素材に比べて大幅に軽量化が図れ、建物全体として耐震強化が可能。0. 土瓦から、地炭性への置換で10分の1に近い軽量化。3. カラフルな色彩、光沢、酸化皮膜の屈折率の違いによる独特な発色。4. その表面加工による、衣装性の高さ。金、銀発色から苔や木皮等に似せた光沢を抑えた、渋みまで、表現。5、環境的合成、多金属素材と異なり、自然界に流出しない。6、加工性の良さ、表現できる幅が鉄鋼よりも広い。7、汚れの付着しにくさ。8、生地性等が、従来素材と比較して、 メンテナンスの大幅軽減等を見込め中長期で経済的であることが評価されるようになったことが要因だ。初期は、海浜地区等の厳しい腐食環境での適用といった、1、退職性能に着目した適用が中心だった。臨海ブリッジの施設、社屋、公共施設への採用が目立った。名古屋港水族館、富士テレビ本社ビル、JR 函館駅、 石川県内灘町役場。1990年代後半以降、徐々にその他の性能が評価されての適用事例も増えてきた。とりわけ、2、軽量性能、土瓦を、シタン地管支耐震強化、0、浅草寺、3、カラフルな色彩、光沢、4、衣装性の高さ、5、環境適合性が注目を集めており、神社仏閣。 博物館等の世代を超えて使用する建造物への適用事例が増えている。1、耐久性能と組み合わせて検討すると、長期的に見て、経済的、ライフサイクルコストの低減が可能で、長期的な文化財の保全、安全性維持、環境維持に適していることからだ。加工性の良さ、多彩な発色で優美な雰囲気を出せることから、複雑な伝統的なデザインにも適用されている。 国内の有名寺社では、浅草寺の宝蔵門、本堂、五十塔、金閣寺の茶室、北野天満宮の宝物殿、大徳寺、宮地岳神社、高野山棟、また、博物館では、東京国立博物館、昭和館、平成館、九州国立博物館、奈良国立博物館、島根県立美術館、佐川美術館の事例が挙げられる。多福岡ドーム、大分ドーム、 東京国際展示場、東京ビッグサイト等の競技場、展示場への適用も存在する。一部の寺院からは、科学的に解明されていないものの、自社内のカラス等による障害が、大幅に減少したという報告もなされている。海外では、各国の大規模公共施設、中国、中国国家大劇院、甲州大劇院、チャンス大劇院等、台湾、 台北アリーナ等での適用する事例がある。チタンの酸化皮膜の成長により、屈折率が変化し、表面が変色する現象の克服が、建材利用における重要な課題であり、チタンの建材への利用拡大の大きなネックであった。2001年に、新日鉄住金が、変色現象のメカニズムを解明し、変色の原因となる、 チタン表層の不純物を取り除く技術を確立した。以降も、利用技術の開発が進んでおり、チタンの建材利用の拡大に向け、各社が技術革新を競っている。工術の宝飾品に関係するが、豊かな色彩等の優れた衣装性から、関連技術、製品群をブランド化する企業が登場している。2017年新日鉄住金。 トランティキシーブランドチタンの優れた耐食性から、橋梁、桟橋等の長期間使用される公共インフラにも適用が進んでいる。象徴的な事例として、2011年に竣工した羽田空港の D 滑走路が存在し、桟橋部分の防食カバーにチタンが採用され、空港滑走路の長寿命化、メンテナンス低減に貢献している。チタンの 約95%は酸化チタン4として、主に白色の顔料として、絵の具や合成樹脂などに使用される。酸化チタン4で作られた絵の具は、赤外線の反射率が高いため、屋外での絵画の描写に向いているほか、セメントなどにも使用される。また光触媒としての性質を持ち、光を吸収して有機物を分解する。この性質によって、光の当たる場所では、 有機物による汚れが分解されるために白さが長く保たれる。しかし有機系の色素や合成樹脂も分解してしまうため、これらと混ぜて利用するのは難しい。酸化チタン4は紙に折り込むという方法でも使用される。チタンを折り込むことで白く丈夫で透けない良質の紙を作ることが可能となる。一方で金属化合物であるため重くなる。塩など 長期にわたって使用される、分厚い書籍に利用されるようになっている。チタンの優れた耐久性、耐食性に加えて、酸化皮膜の制御によって様々な色合いを発色でき、表面加工により光沢を自在にコントロールできることから、デザインジュエリーへの採用例が増えている。チタンの生態的合成が金属アレルギーを発生させないため、 アレルギー体質を持つ購入者の支持を集めているほか、チタンの優れた耐食性が海水等の腐食環境に影響されないため、マリンスポーツの愛好家等にも注目され始めている。チタンの耐久性、耐食性に加え、軽量性、耐電灯性からカメラ、時計ケースへの適用も増えている。また、一部のアーティストによる彫刻、装飾、 家具等の例が散見されるようになってきた。また、効果やメダルとして使用する事例も少数ではあるが、存在する。1999年に、英霊ジブラルタルのミレニアム記念効果として、世界初の地帯効果が発行されたほか、オーストラリアのラグビーリーグ球団が、自球団の選手の表彰に、純地単メダルで表彰した事例がある。日本では、 国宝級の伝統技術の中でもチタンの特性に着目する例があり、江戸時代由来の歴史的金属製品である、妙鎮火箸が代表的である。チタンは高い耐食性から自然界に流出しない環境負荷の低い金属であるが、この性能は人体に対しても同様であり、生態適合性に優れた金属であるといえる。義手、義足、人工骨。 インプラント、人工派等の人体に接触面を持つ医療器具に適用されており、今後技術開発が期待される用途である。チタンの持つ軽量性と高強度を合わせ持つ性能から、スポーツ用品にも多く適用されている。特にゴルフクラブ、スキーストック、テニスラケット等が有名であり、スポーツ用品、メーカー各社から製品が発売されている。チタンは、 軽量性、高い退職性からの超寿命性、低流質性に加え、低比熱、低熱伝導性から熱を遮断する特性も有している。この特性に着目して、高価格帯の製品を中心に調理器具、食器等で用いれる事例が増えている。チタン製刃物、チタン製タンブラー等のほか、アウトドア用の調理器具、食器類が代表的である。チタンの優れた 耐食性から核廃棄物の長期保管用のコンテナへの適用の研究も進んでいる。コンテナは製造工程で現在は避けられない欠陥を最小化した、条件下だが理論上10万年以上の保管を視野に入れている研究もある。既存のコンテナの外側を包むことで長寿命化するタイプも研究されている。また他にも以下の用途等に使用されている。 チタンはイギリスで1791年、聖職者のウィリアム・グレゴールが発見した。彼は自分の教区内のメナカンダニで発見したのでメナカイとメナチテと命名したが、一般的には知れ渡らなかった。ほぼ同じ時期にミュラーフォン・ライヒエンシュタインが同様の物質を作ったが、彼はそれをチタンと特定できなかった。1795年には、 ドイツのマルティン・ハインリヒ・クラプロートが、鉱石、ルチルか、チタン鉄鋼のどちらかであるが、いずれかは、はっきりしていないから独自に、再発見し、ギリシア神話における、地球最初の子である、ティーターンにちなんで、チタンと命名された。しかしこの頃はまだチタンを単体として分離する手法が、存在しなかった。チタンの発見から100年以上経た1910年、 ニュージーランド出身でアメリカの科学者であるマシュー・エイハンターがチタンを高純度99.9%で分離することに成功した。1946年にはルクセンブルクの工学者であるウィリアム・クロールがマグネシウムで還元するクロール法を考え出し、さらに高純度のチタンを作り出すことに成功する。1950年代に Z 軍容器の軽量化を目的に、アメリカ軍、ソ連軍がそれぞれ採用を開始。1950年代、60年代にかけての冷戦で、ソ連はアメリカ軍がチタンを使用することを防ぐための戦術として、世界中のチタン市場を買い占めることを試みたが、失敗した。また、当時発見されていたチタン鉱脈はほとんど東側諸国であったため、 アメリカはチタンをソ連から調達していた。冷戦中ゆえアメリカは偽の会社を設立し、そこを通じてアメリカへ密輸入していた。アメリカ合衆国ではチタンの戦略的な重要性を認識したことから、ボーイング社と旅客機製造でのチタンの商用採用を軍が後押しした商用材として、チタを国内に蓄積。スポンジチタン等の原材料の国家備蓄も、 大々的に実施し冷戦終結まで膨大な規模で維持した2000年代に廃止。核技術の平和利用転換、原子力発電に伴い、核燃料の冷却に大量の海水を用いる必要性からチタンの持つ高い耐食性が注目され、原子力発電所に大量に使用されることとなった。1970年代には、航空機と原子力といった戦略的に、 重要な産業がチタンの二大用途となった。米ソに遅れて日本においても1951年に大阪特殊製鉄所、現大阪チタニウムテクノロジーズ、1953年に東方チタニウム、日本工業、現 JX、第一物産、現密異物産、石塚屋、大阪特殊製鉄所の創業一族の三社合弁が創業し、 1954年には、両者共に小規模ながら、スポンジチタンチタンインゴットの量産体制を確立している。高度経済成長に伴う経済発展、当時の主要用途である原子力発電の拡大に伴って、日本においてもチタンの製造規模を継続的な拡大してきた。同時に、戦後急激に技術革新を進め世界一の技術力を誇るようになった鉄鋼メーカー。 新日本製鉄、住友金属工業、神戸製鋼所等が保有する設備、技術を活用して、チタンインゴットの圧縁事業、新事業に参入し、圧縁以降の加工、利用技術も飛躍的に発展することとなった。20世紀末までに日本は米ソと並ぶチタンの生産規模を誇るまでに発展した。中国においても1960年代に激化した。 中祖対立を背景に軍事を主目的にチタン生産を開始。後に中国と対立するインドも軍用目的にチタン生産に参入することとなる。1970年代に日本において建材等でのチタン民生利用が開始された。従来の伝統的な金属加工の技術を活かし、チタンの民生利用のための加工技術、加工業者群が 日本全国に蓄積することとなる、新潟県つばめ市等が有名。2002年に、世界初のチタン発色の制御技術が確立、日本、新日鉄住金。2005年までに、中国におけるチタン生産規模が、日本、米国、旧ソ連圏、ロシア、カザフスタン、ウクライナに匹敵する規模にまで拡大。リーマンショックまでの世界経済の持続的発展期に、 航空機産業の拡大に伴い、チタン需要も継続的に拡大。2011年に発生した東日本大震災の影響で、世界的に原子力発電所の新設計画が見直され、季節の原子力発電の稼働休止も相次ぎ、原子力発電用のチタン需要が世界的に減少。2017年に、チタン素材で世界初の衣装性。 民生利用を前面に出したブランド展開を開始、日本、新日鉄住金。自然界には純粋なチタンの単体はほとんど存在せず、化合物として主に鉱石の中に含まれる。地殻の中に約0.6%存在し、化、ナリーワやそこから得られた沈殿物の中に多く含まれ、地球上に広く分布している。チタンの鉱石鉱物には、チタン鉄鉱。 イルメナイト、フィシオヤルチル、金鉱石、チオ、イタチタン石、チオ、ハイチタン石、ペロブスカイト、コテオ及び、クサビ石、チタナイト、カッタチオなどが存在するが、特に、チタン鉄鉱とルチルが、経済的に重要な役割を持っている。チタンの主な採掘は、オーストラリア大陸やスカンディナビア半島、北アメリカ大陸などであり、1997年における、 チタンの世界のシェアは以下の順になっている。アポロ17号が月面に到着した際に持ち出された岩石から12.1%の地位が検出されたほか、隕石の中からも検出されており、太陽や M 型の構成にも存在すると考えられている。チタン製造は、チタン鉱石を輸入してクロール法を用いて、チタン金属分、スポンジチタンを抽出し、 チタンインゴットを製造する精錬工程と抽出されたチタンインゴットを用いてチタン薄板、チタン厚板、チタン棒、チタン線、チタン管等の圧延製品、転身品を製造する圧延工程、転身工程の主に二つの工程に分類される。チタン鉄鋼やルチルなどの鉄分を含む鉱石からチタンを精錬する方法は、まず炭素と熱して鉄を除いた後、 さらに炭素と熱しながら、塩素を通じて塩化チタン、4ティクル、沸点摂百136度とし、蒸留して生成する。チタンは高温で炭化物や窒化物を作りやすいので、アルゴン中薬摂氏900度において、マグネシウムで還元した後、塩化マグネシウムを真空分離して、多項質の金属チタンを得る。こうして得られたチタンは、多項質であるため、 スポンジチタンと呼ばれる。通常はこの状態で出荷される。途中、真空蒸留により分離された塩化マグネシウムは塩素とマグネシウムの原料として再利用される。これをクロール法と呼ぶ。チタンの製造はプロセスが複雑で鉄鋼のように連続生産ができないため製鉄よりも費用がかかり効果になる。当該スポンジチタンが自工程でチタンインゴットとして製造される。 世界のチタン生産は、米国、ロシア、並びに、CIS 諸国、日本、中国、インドが主要生産国となっており、おのおの有力企業が存在。米国、アレジャニーテクナラジー、タイムットロシア、ブスンポ中国、ホーケイ島、日本は後実。チタン製造は、チタン鉱石を輸入して、クロール製法を用いて、チタン金属分、スポンジチタンを抽出し、 チタンインゴットを製造する精錬工程と抽出されたチタンインゴットを用いてチタン薄いた、チタン厚いた、チタン棒、チタン線、チタン管等の圧延製品、転身品を製造する圧延工程、転身工程の主に2つの工程に分類される。一般的に後舎の工程を経て、プレス加工、切削加工等の加工を施され成形が施された、あと、 最終製品として完成されることとなる。日本では、前社は、東方チタニウム、大阪チタニウムテクノロジーズ等の専業メーカーが代表的であり、後社は、新日鉄住金、神戸製工所等の鉄鋼で、世界有数の製造設備、圧縁技術、加工技術、極無組織を有するメーカーが、技術的、コスト的優位性から代表的である。戦後、 米ソ冷戦構造の中、軍核競争を通じ、米国とソ連において、チタンの軍事利用技術が飛躍的に進歩したが、日本においては、米国からの統制下、航空機と並びチタンの製造も禁止されてい時期が長く続いた。チタンの軍事利用技術は主に構造物に利用するチタン合金であり、米国、ソ連が当該技術を中心に研究開発を進める一方、 軍事に適さない純チタンの利用技術が日本の技術開発の中心であった。冷戦後の現在も歴史的経緯からおおむねこのような構図が現在に引き継がれており、世界のチタン製造は軍事利用メインの米国、ロシア、中国等と民生利用メインの日本を中心に占められている。チタン非軍事利用、民生、衣装利用、建材、土木、日用品等は 日本の技術開発が各国に比べて比較的進んでおり、当該技術を生かした製品の輸出も活発である。日本初の独自素材といえる。化合物中の原子化はプラス4化が最も安定であり、プラス2化及びプラス3化のものも存在するが酸化されやすい。チタンは5つの安定同位体を持つが、その中でも TI が最も多く地球上に存在し、 不安定同位体を含めたチタンの同位体は39.99から57.966までの質量範囲、原子質量単位を持つ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。